はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、藤子 F 不二雄キャラクターバスボールです。はい、こちらですね、はい、昨年行ってきましたね、はい、藤子 F 不二雄ミュージアム、はい、これですね、去年の5月に行ったんですけれども、はい、そこで、買ってきたバスボムですね。はい、今更かよって、うん、全部でラインナップは5種類ですね。はい、最初はドラえもん、ジンプイ、パーマンバッチ、マミのブローチ、以上の5種類ですね。それでですね、2つありますので、はい、今回一気に2個ドボンしちゃいましょうか。うお、はい、はい、じゃあお風呂いきましょう。はい、2つもドボンするよ。せーの、ドボン。はい、ということでこちらが出ました。開けていきましょうか。はい、お、何が出るかな。いやいや、見えてわかるから。見えてわかんね。はい、お、コロスケ出た。もう一つが、はい、ドラえもん。ドラえもん、はい、こちらがコロスケですね。はい、かわいいね。うん、うん、しかもね、カプセルに入ってたので変に腐食してないっていうか、ボロボロになったりしてないね。うん、うん、なんかこれゴムっぽい素材出てきてね。そうだね。で、よく塗装もされてますね。はい、うん、はい、こちらがドラえもんですね。はい、ちょっと顔の形がいびつかな。うん、うん、でも可愛いね。うん、可愛いね。うん、よくできてるよ、うん、こんなちっちゃいのに。確かに、うん、香りもリンゴの香りですごい良かったね。うん、うん、このフィギュア自体にも、はい、この香りがついちゃってるからね。はい、しばらく香りを楽しめそうですね。はい近いはい、ということで今回は藤子 F 不二雄キャラクターバスボールでした。ほとんどパパの顔が映ってないけど、えちゃんの顔ばっかり映ってね。はい、ということで今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いしますね。出た。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、そちらのフォローもお願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。